女性の声の、声帯のですね、仕組みというんですかね、性質についてシェアしていきたいと思います。この女性の、声帯は幅が狭いもんですから、この高い音とかですね、トレーニングしないとなかなか、出ないという、感じで、あると思うんですけども、実はこの三線を弾くときに、この三線のこの太鼓の張り方をですね、ちゃんとすればですね、女性の声に、すごく合った、音色を作ることができます。そういったことが作れるようになったんですけども、これから例えば、もう実際にも完成された三線をお持ちの方で、この革を、張り替えることによって自分の理想とする自分の声の声帯に合った、三線の音色が作ることができます。これが今私がお勧めしている、その音色なんですね。ぜひとまた、興味がある方は、私の方に、メールいただけたら、また細かく、詳細をですね、また、私の、ホームページとかでも、また、紹介していきたいと思いますので、お気軽に、お声かけください。大好きな、朝という歌をですね、心地よく歌いたいというあなた様にですね、ぜひともおすすめしたいのがこの太鼓三線のですね、自分に合った、張り方をするということを今日はご紹介させていただきました。アンシェまたやさい。